1993年の日本シリーズは、1993年10月23日から11月1日まで行われたセリーグ優勝チームのヤクルトスワローズとパリーグ優勝チームのセーブライオンズによるプロ野球日本選手権シリーズである。平日デーゲームで試合が行われた日本シリーズはこの年が最後になっている。野村克也監督率いるヤクルトスワローズと 森正明監督率いる西部ライオンズの2年連続の対決となった1993年の日本シリーズはヤクルトが4勝3敗で勝利して15年ぶり2度目の日本一となり森西部がついに日本シリーズで敗れるという歴史的なものとなった前年と同じ顔合わせで勝者と敗者が入れ替わった最初のシリーズであるまた野村監督にとって監督として 初めての日本一となった。野村監督は、現役時代パリーグ一筋で、パリーグ一筋の選手が監督として、セリーグ球団を日本一にしたのは野村が初で以後出ておらず、史上唯一人である。第四戦で、ヤクルトの中堅守、飯田哲也が安田の打球を処理し、二類走者のトマシの、政治を本類で、タッチアウトにした返球は、日本シリーズ史上に残る。 ビッグプレイである。第一戦が行われている、西部球場10月23日、西部入場者3万1785人、荒木、宮本、山田、古田、工藤、内山、香取、藤本、伊藤、本類田ハウエル1号3ラン、池山1号ソロ、伊藤1号ソロ、秋山1号ソロ、審判パ,パイガラシセコバヤシ、竹島前出せた中パハヤシセクイ西部は、 工藤君康。ヤクルトは、荒木大輔の先発。シーズン15勝3敗、防御率1位といった実績を買われて起用された、工藤だったが、監督の森は、工藤の投球がこのシリーズ最大の誤算と、振り返っている。1回西から古田敦也、広沢勝美に連続支給を与えた後、5番、ジャック・ハウエルの散乱本塁打でいきなり3点を、失い、 二回も三四球で一四万塁となったところで、降板となった。変わった、内山智之から、古田の敵地打で、さらに一点を追加した。一方の西武も、一回に、清原和弘の敵地打で一点。二回には二つの相手失策も絡めて二点を返した。しかしヤクルトは四から三で迎えた三回、池山のソロ本塁打。 5回にも、池山の敵地打で1点ずつ加えた。この後、西武は6回に、伊藤つとむのソロ本塁打。9回に、秋山孝二のソロ本塁打の計2点。ヤクルトは7回、レックスハドラー、飯田哲也の連続タイムリ2塁打の2点を奪い、結局、得点でリードし続けたヤクルトが戦勝した。公式記録関係10月24日、西武入場者32,169人。 西村、宮本、エスタカツ、古田、各、新谷、伊藤、中尾、審判、セフクイパ、ハヤシ、セコバヤシ、竹島前田瀬友もよりパムラコシ、セブは、各大現ヤクルトは、西村、隆二の先発。初回、ヤクルトが1点を先制。その裏、セ部ブは3安打3死球で2点を、上げ逆転したが、3回、ヤクルトは4連打を集中して、再逆転、各も、 第一戦の駆動同様早い回で降板した。監督の森は、先発投手が早い回で降板するようでは、サンフレッチェと称した、救援投手陣につなぐ勝ちパターンに持ち込めず、当時の打線ではひっくり返すのも困難だったと振り返っている。結局、ヤクルトが連勝した。公式記録関係10月26日。 神宮入場者3万147人、渡辺久志塩崎伊藤、伊藤、金沢、石井、古田、本類田田辺一号三覧、秋山二号ソロ、審判パムラコシセトモよりパハヤシセコバヤシ、竹しパイガラシセタナカヤクルトが、伊藤秋光、西武が、渡辺久信の先発。西武は3回に、 先頭打者の投手、渡辺の二塁打をはじめに、石毛、清原の敵地打、田辺徳夫の三乱本塁打など、打者10人を送る攻撃で6点を先取した。渡辺久しは7回まで1失点の高騰を。8回、飯田に犠牲フライを浴び、続く、荒井幸雄に支球を与えたところで、塩崎哲也に、スイッチ、塩崎が後続を断って、西武が一勝を返した。 渡辺久氏は1986年第6戦から続く連勝を6に伸ばし、稲尾和久が持っていたシリーズ連勝記録を更新した。公式記録関係10月27日、神宮入場者33,882人、石井城、香取、杉山、塩崎伊藤川崎、エスタ勝、古田、審判。 セタナカパイガラシセトモヨリパハヤシセ福井パマエダヤクルトは川崎健次郎西部は石井武博の先発西部監督の森は後年の辞書で石井上にこの年は死球で崩れるパターンが多かったがこの試合では好投したこと4回にヤクルトが一四万塁から池山の右翼犠牲フライで1点を先制した場面を挙げて池山の成長は 野村監督の考える野球がいかにンに浸透しているかを物語っていたなどと手強い印象を受けたことを振り返っている。西武はこの年のサンフレッチェと呼ばれた救援トリオの香取義ヨ杉山県人、塩崎を投入、ヤクルトの追加点を許さなかったが、打線が川崎の前に無得点で、8回に西一二塁の場面で鈴木健が中前打を放つが、 全身守備していた、中堅守、飯田のバックホームで二塁走者、隈しの聖事が刺されて得点ならず。ヤクルトは、9回は、高津慎吾を投入して系統による礼風勝ち、3勝1敗で、前年の雪辱に王手をかけた。公式記録関係10月28日、神宮入場者3万5208人駆動、香取、杉山、S 塩崎伊藤、宮本、伊藤、 金沢、山田、古田、本塁打、清原一号ソロ、鈴木健一号万塁やい一号ソロ、審判、パマエダセフクイパイガラシセ友よりパムラコシセコバヤシ、タケシヤクルトが、宮本健二、西武が、工藤の先発。二回、清原のソロ本塁打で、西武が先制。工藤の状態について、森監督は良くないと判断し、五回に四万塁で、打者。 古田を迎えたところで、駆動を交板させた。救援当番のカトリが古田を三振に仕留め、ピンチを切り抜けた。西武は7回、西二塁から、伊藤のタイムリー二塁打で、追加点。8回裏、ヤクルト先頭の飯田が、内野安打で出塁し、続く飛間篠のに、代打、旗真嗣が告げられたところで、西武は3番手杉山にスイッチ。ヤクルトも、 代打の代打格藤夫を送り込んだが空振り三振。するとすぐに、西武は4番手塩崎を投入。西武自慢のサンフレッチェが第4戦に続いて、揃い踏みした。塩崎は、古田、広沢勝に連打を許し一点を失うも、ハウエル、池山を抑えて、リードを守る。9回、西武は2つの死球と9番塩崎の三塁強襲安打で、 作った西満塁のチャンスで、辻の敵地打で1点を追加。さらに代打、鈴木健の満塁本塁打で4点を追加した。公式記録関係10月31日、西部入場者3万2020人、西村、金沢古田、各、香取、杉山、S 塩崎、伊藤、本塁打、秋山3号満塁、審判瀬小林。 竹島村越瀬福一ガラ瀬瀬田中ヤ林第六戦は10月30日に予定されていたが、雨天中止となり31日に行われた。第二戦と同じ格、西村の顔合わせとなった。3回まで無安打に抑えていた西村だったが、4回に。一市から石毛、清原の連続安打、鈴木健の支給で満塁となったところで、 秋山の満塁本塁打で4点を失った。この4回を除くと西武は5回の1アンダだけに抑えられており、ワンチャンスをものにした形となった。守っては各が6回を3アンダ無失点に抑える、高頭を見せ、7回からは、香取杉山、塩崎のサンフレッチェが登場。香取と杉山が1失点ずつしたものの西武が逃げ切り、連勝で、 対戦成績を5分に戻した。シリーズは3年連続で最終戦にもつれ込んだ。森は後年の辞書でサンフレッチェの系統でしのいだことはやっとライオンズらしい展開になってきたなと思った。一方で偶発的な本塁打でしか得点できないことをチームの曲がり角と感じたと振り返っている。 公式記録関係11月1日西部入場者3万2028人、川崎、エスタカツ古田、渡辺久し、工藤、石井城、塩崎、伊藤、本塁打、広沢勝1号3ラン、清原2号2ラン、新パンパ林セ田中パ村越セ福井パ前田瀬智より、西部は渡辺久し、ヤクルトは川崎の先発。初回から試合が動いた。 まずヤクルトがヒットと、エラーで1、死1、3塁としたところで、広沢勝の3ラン本塁打で先制。その裏の西部は、死球で出塁した辻を、山野和明が送り、石毛が倒れた後、清原の2号にラン本塁打で2点を返した。この、3ランと2ランの違いによる1点差の重みについて、森監督は、第7戦は1回の攻防で決まったと振り返っている。 ヤクルトは8回に1点を追加し、8回から当番の高津が無失点に抑えて、このシリーズ3セーブ目を挙げるとともに、シリーズ制覇となった。公式記録関係関東地区での視聴率は、第1戦は17.3%、第2戦は20.9%、第3戦は9.6%、第4戦は13.4%、 第5戦は13.2%、第6戦は21.4%、第7戦は17.0%だった。ありがとうございます。